サム、アメリと第一次遠征隊は東から西へ北米大陸を横断し、孤立した都市に結び目を整備した。だがインフラが整っただけでカイラル通信はつながってない。今できるのは無線と有線による音声通話とわずかなデータ通信という程度だ。君がすべき任務は、それぞれの結び目にそのキューピッドを接続し、カイラル通信を起動させることだ。キューピッドを現地の端末に接続して初めて相互超大容量ゼロ時間通信が可能となる。都市や人の今がつながるだけじゃない、我々の過去までもがつながる。各地で断片化されたデータが一つに統合される。まるで恐竜の化石が復元されるようにな。これによって46億年にも及ぶ地球上の歴史も、 DS 以降に失われた人類の英知も復元されることになる。そしてそれこそがデス・ストランディング解明の鍵となるはずだ。通信がつながれば、大容量データのカイラルグラムはもちろん、カイラルプリンターも使えるようになる。カイラルプリンターっていうの、 3D プリンターみたいなもんで装備とかを作れるようになる。将来的にはかなりのものが通信だけで送れるようになる。魂ある生物やオリジナルのもの、思い出の代物は送れないはずだ。そうだ、そのために君たちの存在が必要なんだ。つなぐ前もつないだ後も君たちのような配達人がな。休む暇はないか。はい、ちょっとここから英語版になります。配送センターの地下から上がってきました。で、ここに配送端末っていうのがあるので、そこでミッションを受注します。あ、はい、ここですね。ここですね。で、地下にダイハードマンがホロで、はい、兵器が完成したようだな。ママから連絡があった。今回運んでもらう荷物はポートノットへの支援物資だ。その中にはこの対 BT 兵器も含まれている。それから支援物資には薬剤も入っている。それに人間の精子や卵子も。特に精子と卵子は都市の住人に外部の遺伝子を取り入れることで多様性を確保するためには欠かせないものだ。ポートノットに支援物資を届け、キューピッドを接続する。そうすればこのエリア一帯はカイラル通信で一つになる。ではその配送端末で依頼を受注してくれ。これまでで最も長く困難な配送となるはずだ。十分に備えて向かってくれ。はい、ここでミッションを受注しますね。はい、すごい荷物運びますね。はい、受注で、キャピタルノットシティからポートノットまでの道のり、これ 3D であります。ここまで運びます。結構距離ありますね。はい、はい、で、ここではしご、ロープ、靴を2つカイラルプリンターで作ります。これ何でも作れます。材料を使いますけど。で、これが荷物、これが精子卵子、これが薬、これは BT 兵器2つ、この4つを持っていくっていうことですね。すごいの。これは支給品、グレネード2個と、リピアスプレーと、血液パックで、これサムの血液2個と、これさっき作ったはしご、ロープ、ブーツ2つ、これ全部積むと 69.8キロ。これバランス悪いんで、これから配分していきますね。で、グレネードはツールハンガーにかけても荷物にしてもいいですし、なんですけど、ここにポーチがありますんで、ここに入れます。これ荷物も全部重さがあるんで、武器も装備も、はい、で血液パックも、ポーチに入れました。で、はしごもツールにかけてもいいし、荷物にしてもいいし、肩腰につけても、これロックかかるんでこけても大丈夫で、ロープもどこにつけるか、これバランスが下黄色いので重心変わるんで、あ、はい、本当ですね。で、ブーツは2つ持っていくんです。これブーツハンガーにかけます。で、リピアスプレーは、まあ、頭に乗せておきましょうか、上に。で、右手に持っても左手に持ってもいいですし、これバランスが難しいんで、やっぱり背中に積みましょうか。で、めんどくさい人は最適化っていうのをボタンを押していただくと勝手にやってくれます。一括でやってくれる。はい、これで出撃で、これ荷物の重さとかでバランスとかスタミナの使い方全部違うんで、これバランスを取りながら行きます。LR ボタンで。
はい、まあこの時はまだ歩いていきますけど、配送センターの地下から上がっていきます。はい、まあ、走ってもいい、これ体力の使い方も全部バランスで変わるんで、で配送センターを出ます。おー、はい、でちょっと振られてますよね、これバランス悪いんで、これで LR でバランスを取りながら行きます。あ、自分で今取ってるんですね。はい、でここで主観のボタンを押すと、あのコンパスモード、これ直線距離で山を2つ越えなさいという距離が、でここでじゃあ自分でどういうルートで行くかを決めます。便利で、マップでラインを引くんですけど、山あり谷ありなんで、どういうルートどっからでも行けるんで、それをまず決めます。装備も考えながら、体力考えながら、ほう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 、で途中に悪いやつもいるんで、これ 3D にもなるんで、斜面を登るか迂回するか、カバーを越えるか遠回りするかっていう決めます。でここでライン引くと、このように 3D でラインが出ます。すごい。でこのまま行かなくても別にいいんですよ。で出撃すると、まあ、ブリッジする皆さんホログラムで見送りをしてきます。たった一人です、何もしてくれません。はい、急に寂しいですね。はい、走って、これ右に傾いて、右にちょっと体重で、これ右 LR でバランスを取りながら行ってます。で重さによってもスピードも全部変わります。でこれ結構進んだところですけど、 Over here. コミュニケーションボタンっていうのを押すと、こういう小玉が、で誰も返事しないじゃないですか、たった一人なんですよ。赤ちゃんと BB と2人で旅をしていくと。でこれ、地形センサーを発動しました。で自分の足跡も見えますけど、色によってこ、引っかかったり、あの滑らかかどうかって全部分かる。山の斜面とかも赤いバツとかもありますよね。はい、あります。奥でこれ、まあ、関係ないですが、帽子をかぶったりサングラス、これ JF レイさんとのコラボしてますけど、まあ、これはまあご自由にファッションなんで、おしゃれ、はい、で歩いてます。で誰もいません、たった一人です。で地形センサーでやると、黄色いとかちょっと滑りそうだ、赤いとかこけます。こけると荷物壊れるんで気をつけましょう。で川があります。で大きな川も小さな川も、これ結構中程度なんですけど、あれ深さです。黄色は結構深くて、赤はもっと深い、流れがきついところある。これね、あのスタミナゲージなんで結構減ってます。これスタミナ使うんで、このまま行くと足取られます。なんで LR ボタンでバランス取りながらゆっくりゆっくり行ってます。これはやばい。で BB も水、あの川嫌いなんで、ちょっと今機嫌が悪い、泣いてます。で深みにはまると流されて、上に積んでたやつはロックかかってないんで流されました。本当だ、リピアスプレーが。で赤ちゃんちょっと赤いですよね。 BB は、まあ、BB ちょっと機嫌が悪いんで、ちょっと荷物このまま行くとやばい。これ滝壺とか落ちたらもうすごいです。心が折れます。 あるんですね、滝壺に落ちることも。はい、荷物回収しました。で、まあ、BB 泣いてますけど、これだいぶスタミナ半分ぐらいになってしまいましたね。川は、ね、結構甘く見たら分かるんですよ。結構大変なんで。川は大変。でカバーとかすると、まあ沈んでも流れないようにはなります。後々魚がいる。はい、でだいぶだいぶスタミナ使ったんで、もうサムしんどいですよね。はい、でちょっと BB も心配なんで、主観で BB 見てみましょうかね。 BB ね、すごい。はい、だいぶ疲れてます。まあ僕こん、いつも僕こんなんですけどね。はい、ビビ。あ、ビビ、まあまあ、あの見つめてあげると結構ね元気出るんですよ。あのズームしたりしたら、で、泣いてる時はあの前のトレーラーであったこうあやすというのをやれば、はい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 。はい、でちょっとしんどいんでエナジードリンク、これモンスターさんとコラボしてます。これ飲むと回復しました。お、一気に。水は雨降ったりとか川の中に服を入れると服から吸収できるんで困ることはない。へえ。これ途中の画面ですけども、前方に落とし物が、で荷物のタグがあって、ミュージシャンの方の荷物なんですね。なんかあの音響装置、これちょっと拾わなくてもいいんですけど、じゃあ持っていきましょう。見たらちょっとすぐ近くにミュージシャンの家があるんで、これプレッパーズといって、はい、たった一人もしくは家族グループで住んでる、シェルターに住んでる人たちが孤立して住んでる人っているんですけど、あんなところに、はい、あそこに住んでますね、ミュージシャン。あの人の荷物です。で届ける必要もないんですけど、ちょっと届けてみましょう。これメインミッション関係ないんで、おーっと、これ落ちるとやばいですね。であのラインがですね、カイラル通信のエリアです。あれをつないでいくんですけど、向こう側はまだつながってないっていうことですね。でここで
このここは繋がってないですね。本当だ。でこれで東から西に繋いでいくっていうのはミッションなんですけど、ここは別に繋がってもいいんですけど、ちょっと、親切にしてあげたいんで、はい、持ってきたロープ今2本持っています。これ重さもあるんで1本使いましょう。これ物理でやってますがどこでも刺せます。刺してこれで折ります。30m 残り何 m ってあるんです。これレベルをアップできるんで、まあ、どんどん強度も上がっていきます。これどこでもできます。降りてこれ置いていくので帰り登ることもできます。はい、でこれちょっと軽くなりました。本当だ、荷物がね使ったんでね。はい、はい、でちょっとこれ危ないですよ、危ないですよ。はい、で進んでいくんですよ。先ほどのカイラル通信エリアっていうのがここで越えるとアンテナが減りました。ここからは繋がってないんです。なんでここからカイラルグラフもカイラル、プリンターも使えない。うわー怖い。装備は作れないっていうことですね。で家に行こうとすると間に川があって、荷物がなければ飛べるんですけど、ちょっとこれやばいですよ、荷物お届けも、はい、で持ってきたはしごをこれも物理なんで立てかけてもどこでも行けます。これ5キロなんでこれでちょっと減りました、65キロにちょっと楽。いや怖いな、これ落ちたらやばいですよ、流されますよ荷物壊れるんでね。で、はしご置いていきますよね。従来ゲームって回収するんですが、なんで置いていくかっていうのは後で分かります。分かりました。でこの斜面もちょっと振られるとこけると、こういうところだと荷物下まで落ちるんで気をつけて、で地形センサーとか打つとさっきの赤いの出るんで赤いところ下げていくといいですね。で踏ん張りながら行くとより安全ですね。でミュージシャンの家がありました。着いた。で、まあ、センサーポールがあるんで、でここは勝手に一人で住んでいるプレッパーズなんで、カイラル通信まだ繋がってません。で、まあ、落とし物を届けてみましたという、まあ、サブミッションみたいなもんです。こういうこともできる。ここで端末で納品、これ落とし物、ミュージシャン宛ての、まあ、音響機材、多分大切なもんなんでしょうね。そうでしょうね。でこれを入れます。荷物を納品。で地下に住んでるんで、いやさすがにお礼に出てきますけど上までは出てこない。なるほど、本物だ。君って人は全くすごいよ、素晴らしいよ。はい、でこれは成績というか、壊れたり時間が経ったり水に濡れたりすると、まあ、それだけいいねが減りますけど。いいねがつく。そうですね。はい、カイラル通信をつないでくれるんだね。そうだ、決めたんだ、僕も UCA に加盟しよう。中にはこう仲良くなるとつないでくる人がいます。ユナイテッドシティオブアメリカというのにつなぐと、まあ、情報を共有できるんですよ。でつなぐとカイラルプリンターもカイラルグラムもできるんで、装備とかも作れるようになります。つないでくれないと、まあ、交渉するしかないです。はい、でここが今つながりました。で東から西につないでいってます。まあここはストーリー的にはつながなくてもいいんですけど、はい、ん、なんかでこれですね、覚えておいてくださいね。なんかいっぱいはしごとか出ましたよ。これ後で説明しますね。はい、あら、知ってるミュージシャンですよ。はい、まだ実感がわからないけど三浦さん、これ三浦さんですよね。カミオで出ていただいております。へえ、声は違う人なんですけど、はい、3D スキャンして。楽器は得意かな。すごい。僕のハーモニカを君にあげようと思って。三浦さんですよ。本当にミュージシャンじゃないですか。持って行ってくれ。君に使ってほしいんだ。で、こういうクレッパーズに何か持っていくと仲良くなると何か物くれたりするんで、アイテムくれたりするんで、まあ、三浦さん何くれた？これハーモニカを。ハーモニカをいただきまして、そんなもん何に使うねんと思いますけど。もらってきます。またここに来てほしいな、サムブリッジズ、頼む。でこの後彼の荷物を配達してもいいですし、これはストーリーには関係ないんですけど、どんどん仲良くなるとどんどんいろんなものくれます。ここちょっとアメリカ版になりますけど、で見送りしてくれますね。デモ会とかもしてくれるようになります。はい、本当だ。でここからです。今カイラル通信つなぎました。で、はい、ストランドゲームの意味をここから言います。たった一人で配達してました、はい、自分だけでした、うん、呼びかけても誰も返事なかった。でつなぐとこれ、うん、はしごが1本、 あれ自分向こうのは自分ですよね。これ増えてます。
誰かのはしごです。ネット上の、緑の足跡、自分の足跡じゃない、誰か、世界中のネットでつながっている別のサムの痕跡が見えます。でこれジョンさんという人が置いたはしごです。これが使えるようになります。でいいねを上げます。でジョンさんにいいねが行きます。でもっと上げたいんで自分でも上げれます。いいね、まあ、ジョンさんの方に僕からいいねが来たか分かります。これでつながります。でこれジョンさんの足跡を辿っていくと、ちょっと靴がですねやっぱり壊れてしまいまして、もう血まみれですけど、このまま行くとあの爪剥がしたりしなあかんので、あらららちょっと、いや休憩所を考えますけど、あのゼロって書いてあるのはまだいいねが入ってないんですけど、あの何となく分かってきました。分かってきました。間接的に世界中の別のサムとつながります。見え姿は見えないけど置いたものとか、はい、痕跡とかが全部足跡も見えますし、置いたものも使えるように共有されます。でいいねのやり取りできます。でちょっと休憩しますね。これで自動セーブ、オートセーブですね。なるほど。ここで、ちょっと靴が壊れたんで、はい、持ってきた靴1個使って交換します。で靴なくなるとえらいことになりますんで、わー、まあ、血出てます、ね、ちょっと出血してますよね。靴履き替えて、靴もあのレベルをどんどん上がっていくんで壊れにくい靴とかも、で靴を置いておくと他の人もあの靴のやり取りもできます、ネット上の、で BB もちょっと心配なんで見てみましたら、まだちょっと元気、ちょっとどんどん元気になってきますよね。見つめてあげると元気なんで、はい、分かるんだ。で先ほどミュージシャンからもらったハーモニカをちょっと使います。でこれコミュニケーションボタンを押すと、こういうふうに1回押すと1回吹きます。かわいい。で BB 喜んでますよ。ノリノリ、いいねいっぱいくれますね。でこれ吹けば吹くほど上手くなります。でハーモニカない場合はボタンを押すと口笛です。で口笛も吹けば吹くほど上手くなる。で機嫌がいいとゲーム中歩いてても吹いてくれます。へで、まあ、それすると BB がいいねくれる。いやもう超ノリノリですよ、はい、めっちゃ喜んでます、はい、まあ、あの2人で旅してますから、はい、あ、はい、めっちゃ喜んでますね、はい、めっちゃ喜んでる。で、結構疲れたんで、まあ、肩もみしたり、やっぱ荷物運んで歩いて行ってるんでスタミナを使ったりすごい疲労するんで、まあ、たまにこう寝たりっていうのできます。これちょっと寝てみましょうか、でこれでちょっと回復で、完全回復はしません。あのセーフティーハウスみたいなところに行かないと。で寝るんですけど、プレイヤーの皆さんはサムを寝かしてる間トイレ行ったりしてほしい。コーヒーを作ったりであまりにも疲れると勝手に寝ます。で今赤いバーが出てますけど、はい、足から出血したものをちょっと回復してます。これ多少回復するんで、まあゲームプレイしんどくなったらサムを休ませてプレイヤーの皆さんも休んでいただくという、そこもつながってるんですね、はい、でまあ起きなさいということで起きます。はい、で再度出発します。はい、でサムは独り言してるんですけど、で、足元ちょっと見えますかね。これね休んだところにケルンという休憩した痕跡が残ります。でこれ世界中の人が見えます。僕がここで休憩したっていうのは分かるんで、いいねもあげれます。なんで他の人の休憩したところも見えます。で休憩したところに休憩すると何かあったりするんです。そこに文化ができて、はい、今コミュニケーションボタンすると返事がありましたよね。これトムさんが置いたはしご、まだ29しかいいねないですけど、これ使えます。で上にもトムさんの14いいねのはしごあります。で上がるとあのゼロのロープ、さっき置いたやつですね。で僕のロープはまだ0ですけど、世界中の人があれ使えるんで、使ったら僕にいいねが来ます。で今ピン落ちました。なら、前方にジョンさんの落とし物、荷物、なんで置いたか分かりません。こうもう置いていったのか捨てたのか分かりませんけど、はい、どこに運ぶか書いてあるんで、まあ、ちょっと持って行ってたのかと。で時雨でちょっとだいぶ表面が傷んでますんで、さっき持ってきたリプレイスプレーでちょっときれいにしてみましょう。はい、きれいになるんですね。これ自分の荷物にもかけれるんですけど、はい、自分の荷物をなくなってしまいました。なくなってしまったんで、まあ、これ持っててもしゃあないんで放っていきます。
はい、でこのゴミも世界中の人に見えます。で 今取ったんで世界中の人からあの荷物はなくなります。で誰かの足跡を行くと何かあります。これね、足跡を取っていると獣道になって道になります。でマップに道が乗ります。でこれは誰かが作ったロッカーです。自分でも作れます。でロッカーの中に、プライベートとシェアがあってどうぞ使ってくださいというのがあります。これジョンさんのパワースケルトン、これ荷物にすると重いんですけど、これ、125キロが245キロ持てるようになります。すごい。でこれフローター、これはユキコさんが持ってるやつを乗せ替えましょう。何これ、はい、これ行くと乗りましたね。でこれで行くと持ち上がる。でいいねいっぱいあげます。トムさんにいいねあげます。トムさんの方にいいね行きました。でフローターつないで、これ浮いてるんで結構楽です。あの2つまで2つまでつなげて使うことができる。えめっちゃ楽になる。人の足跡をこれ道になります。で雨が降ってきたんで時雨はこの当たったらちょっと劣化するんで、はい、誰かが作った時雨シェルター雨宿りします。するとスプレーで綺麗になりました。おでなんか曲が星野源さんの大ヒット曲。かかってる、はい、これね、カスタマイズできるんで曲とかをかけれるんですよ。でこれはユキコさんが星野さんの曲をかけてくれます。星野さんともコラボレーションしてる。なるほど。たった一人で歩いてると音楽が鳴ってくるとそっち行ってしまうんですけど、こういうことができる。あとレベルアップもできるのですごいホッとする、すごいいいねがありますね。やっぱりね、であそこにトムさんの、ケルンがあそこで休憩した、ね、本当だ。やっぱり音楽聴きながら休憩した、はい、でこうやって進んでいきますね。雨降ってきてなんとなく分かってきました。分かってきました。トランドゲーム。で次はですねちょっと違うことをやってみたんですけど、はい、ミュールというですね、配達症候群の人がいて、荷物を取りに襲ってきます。人の命は取らないんですけど荷物持ってるとタグがついてるんでセンサーに引っかかって全部取られます。世界中の人が取られてます。自分も取られます。でそれを取り返しに行こうとしてちょっと大事な荷物を置いて、フローターの使い方は別の使い方なんですけど、これ乗ってこんな使い方まで、はい、これちょっとステルスっぽいですね。はい、でこのまま行って草むらに隠れます。で彼らのエリアに入ったんでピンを打ちました。ただ荷物を置いてきたんで、はい、まだ向こうから僕らは見えません。でピンを打ち返すとあんだけの荷物を持ってます。もうすごいいっぱいある、世界中の人をサムから奪われた荷物と取り返しに行っています。自分も取られるとあっこに行きます。で、ひどい時は靴まで取られます。はい、ちょっとこうステルスなんであそこにミュールいますよ、ね、危ない、はい、で縄を使うゲームです。で縄でちょっと気づかれないように背後からすごい人数いるんでね、ここは、はい、ちょっとゆっくりゆっくり行きますね。ロープで、で、あの上のやつがさっき置いた荷物ですね。でこれで拘束して倒す。で、あの荷物も持って行ってもいいんですけど、まあ、ちょっと置いておきましょうか、はい、で彼らもロッカー持ってまして、ここにいろんな荷物がここに入ってるんですよ。世界中のサムさんから取ってきた。でこれをハッキングして中覗いてみましょうかね。でこれでいくと、リュウさんが持ってたスピードスケルトン、速くなるやつ、はい、これを履き替えましょう。パワーからスケルトンに。なるほど。でこれボーラガンという縄の武器ですね。これも、ツールにハンガーにかけて、はい、で今持ってた、パワースケルトン重たいんで、はい、ちょっと置いていきます。置いていくと世界の人が使えるようになります。なるほどなるほど、はい、で今155キロしか持てないですけどスピードが上がります。移動が速い、はい、でこれ逃げようとして、ああ来ましたね。ちょっと見つかりましたんで、やばいやばい、やばいですね、逃げましょう。であいつらね、あの荷物もう怒ってますから、荷物取ったんで。そうですよね、槍で襲ってくるんですよ。あれ痺れると気絶するんで、まあ、全部持っていかれます。でボーラガン であれ取り持ち、スティッキーガンっていう荷物を、取り持ちみたいに取られるやつなんで気をつけて。結構人数いるな、はい、そうですね、ちょっともう逃げた方がいいですね、はい、でスピードスケルトンで、はい、ちょっともう仕方がなくで荷物を取って投げたり
できますけど荷物は壊れるんで人の荷物でやりましょう、はい、自分のではなく、はいはい、で、スピードスケールとちょっと車を奪いたいんでちょっとミュール降りろと降りなさいごめんなさい、はい、で乗ります。ただこれで荷物は運べますけどちょっとボロボロなんであんまりおすすめできません。あの後々ブリッジスの正式の、トラックとか手に入るんでそれで運んでください。あ 結, 構、はい、結構いっぱいいますんでちょっとやばいですよこれ。捕まったらあの靴まで取られますから、はい、やばい。これもうちょっと逃げるしかないんで、まあ、スピードスケルトンなんで多分大丈夫です、ものすごく速いんで危な、まあ、これ逃げ切れるんですけど、あやばいです、危ない、やばい。なんですけどねちょっとクレバスがあってちょっともうどうしようもない。やばい、来てる来てる来てる。これこけたらもう捕まってしまいます、ね、あのバランス取ります。でスピードスケルトンで大ジャンプと、はい、でもうひたすら逃げます、怖いんで。でそこの赤いポールがあるじゃないですか、あれが彼のテリトリーなんで、あこから出たらまあ追ってこないです。へなんですけどもうバッテリーが切れてスピードスケルトン赤いですよね。あ本当だ、残念ながらもうちょっと使えないんで使い切っちゃった。普通の歩きになってます。でふと見ると、Anyone? はい、誰かが、ジョンさんが建てた充電器があります。これ充電器、はい、これ充電器、はい、でスピードスケルトン、はい、フルチャージ、おーすごい、早い。これも音楽とかかけれます。でこれでいいね、まあ、もう助かりますよね。自分が建ててもいいんですよ。で、さっき置いた荷物でここちょっと気分がいいんで、はい、口笛吹いてますけど、はい、でここからちょっと怖いとこです。BT というのがいまして、はい、目に見えないやつらがいるんです。これはあの世のものなんで、雨降ってくるといます。雨降ってくると、まあ、荷物も劣化するんですけど、はい、ここはですね嫌な人は迂回したり後々天気予報ができるようになるんで、はい、天気予報見ながら雨のとこを通らなければいいんですけど、まあ、どうしても遭遇する場合もあるんでそこを見せますね、はい、でこれカイラド結晶という雨が降るところにある特殊な結晶、あの世の結晶なんですけど、これでフローターを浮かしたり、ハイウェイを作ったりできます。で今これ鳥肌が立ちまして、あのおかんですね、はいはいはい、もう近くにいる BT がいる、見えないけど、はい、見えないですよ。であれはこれあのフラジャイルが食べてた虫、これを食べると血が増えます。食べてんすか。で、まあ、食べてお腹いっぱいやったらポケットに入れます。で今雨が黒くなってレンズの水滴上がってますよ ね, すね、上にこの時はもういます。で見えないんで、はい、脳死母とつながってるのが BB なんですよ。 BB はあの世とつながってるんで、はい、この世と自分がつながることで見えないものの位置が分かります。でこれがオデラデグというセンサーです。昔パタパタと言ってましたけど、これでBB がいるからできたんですけど、奴らがいるぞと反応してる、はい、であれの動きとあれであの距離と方向を分かるんで、 BB だいぶ怖がってますよね。そうですね。でストレス溜まると使えなくなるんで適当に操ったりしないといけないんですけど、でここからちょっと怖いですよ。あのオデラデグの動き見といてくださいね。もう近くにいますよ、ね、こっちに。でだんだん近くにいる、結構近い。で止まると見えます、動くと消えます。で彼ら BT のゲイザーって言うんですけど、彼らもサムと一緒で人間のことは見えないんですよ。気配で、音と気配で分かるんで、なるべく音を立てず息を殺していきます。で血液パックがあるのでこれを回収して、で先ほどボーラガンって使ってましたよね、はい、あれにサムの血液を混ぜると結構武器になるんで、それをちょっと使います。倒すことはできないんですけど拘束はできます。これでサムの血液が入った縄がこれで拘束、一定時間拘束できます。で、動くと見えなくなる、止まると見えます。へ、はい、ちょっと怖いんでこれで、あ見つかってしまいました。
子供のビーあのゲイザーですね、見つかると早い早い、だからタールからハンターというのが出てきて捕まります。これ荷物いっぱい持ってると結構すぐ倒されるんですけど、ここで振り払いながら進むんですけど、まあ、やばい、人数が来るとやばい。でここで倒されると連れて行かれます。でこの先にいるやつがやばいんです。キャッチャーっていうモンスター、いろんな種類があるんですけど、はい、これこいつがですね、これが半物質なんでこいつに食われるとボイルアウトしてクレーターになります。街がなくなってしまいます。なんで、まあ、タールに足を取られてますけど、なんでこういう浮遊物に乗って逃げてもいいんですけどね。ちょっと今もらった BT 兵器を試してみましょう。これサムの血液が入ったグレネードですね。近い近い、はい、ちょっとやばいですよ、逃げない。でこれを結構効いています、ほら、あほらちょっとサムの血液ですね、これ効いてます効いてます。でちょっと荷物を切り離して置いておきますね。あーおー危ない、はいはい、で血液グレネードで投げます。はい、効いてます効いてます。これ雑魚ですから、これ一番弱い雑魚です。はい、はい、やばいですやばいです。はい、効いてます効いてます。で、なくなったんで、ま、側をゴミを置いていきます。はい、やばいですね。でもう一個持ってきたの地球品ですね。血液グレネード、はい、投げて効いてます効いてます。いや近いな、はい、効いてますよ。あー効いてます、はい、弱ってる弱ってる、はい。でまあ、こういうところで戦った方が足元がねタールだと取られるんで。で、お寺デグが今十字になってますよね、はい、あれの十字の方向でどこにいるか大体見当がつきます。あっちに、あそこ見て判断するんですね。で潜りました。でどこにいるかな後ろ、うん、で沈めてくるんでこのままいくと沈むんで飛び移って、なるべく浮いているところで戦った方がいいですけど、なんか出してる。でちょっとグレネードでやっつけましょうか。はい、効いてます効いてます。雑魚ですけどねこれ、はい、効いてますよ。あでも減ってなんですけど、もう武器持ってきた武器ないです。どうすんのという時にコミュニケーションボタン助けを呼びます。でネットオンラインでつながってる人たちが助けに来てくれます。見てくださいね、あそこに一人白いサムいますね。あの人、これはユキコさん、はい、グレネードをもらったりで、ハンドガンですね、チャージ式ハンドガンもらいました。ネットでつながってる別のサムです、あれ。ユキコさんまた来ました。血液パックくれました。すごいくれる。でこれいいねも開けてください。開けてあジョンが応援してますね、ほら応援もあるんですね。応援します、はい。一人じゃないでしょ、一人で戦ってるんですね。一人で戦ってますけど一人じゃない。これがスタランドなんですけど、はい、でまだちょっと倒せないといけないんですけど、でキャッチャーこう四つ足いろんなタイプがいますんで、これ四つ足で出してきて、まあでももうちょっと、はい、もうちょっとですね。うひー危ない、はい、こういうのが嫌な人はBT がいないとこ通ったらいいんですけど、やばいです。はい、でこれはサムの老廃物です。シャワーした後の水です。あれ動きが遅くなります。でこれユキコさんにもらったチャージガンで血を溜めて撃ちました。はい、お倒れましたね。雑魚ですけどねこれね、倒しました。はい、であれカエラル決勝なんでご褒美、うん、助けがなきゃ、はい、倒せなかったですね。いやそんなこともないんですけど。本当ですか、はい、で今 BB も喜んでます。あ本当だ、タールまみれヘロヘロサム BB めっちゃ喜んでます、はい、カニが浮いてます、はい、で、まあ、大切な荷物ポートノット市に届ける荷物を取りに行きます。あれはねロッカーに預けとくのが一番いいですね。うん、自分で作ってもいいですし、床に置かずに。そうですね、あんまりよろしくないですけどね、はい、でつないでちょっともうヘロヘロですけど、で
セーフティーハウスがあったらいいんですけど、ない場合、はい、大変じゃないですか、はい、休憩しても回復しないんで、例えばこんな寒いところで、まあ、タールまみれで寒も大変なんですよ。あ、寒そうね。なんですけど、はい、この世界には温泉がいくつかあります。おおおお、はい、ゆきこさんが休憩した跡があります。まだいいねゼロですけど温泉ですね、いくつかあるんですよ。で、効能がいろいろ違うんで、はい、ちょっとこれ入ってみますね。温泉、ありがたいですね、温泉ね。すごい。で、これ温泉入ると、まあ、BB もちょっと疲れてるんで眼福、はい、これバッテリー温泉、疲労回復とバッテリーチャージもできるという、そんな温泉あるんだと思う非常に便利だ皮膚に胃腸にミルク温泉とかいっぱいあります。あの、皆さん探してくださいね。あ、ビリビリしてる、はい、確かに。そうですね。で、ちょっとスタミナも回復してちょっとゆっくりしましょう。で、 BB がえらい喜んで泳いでますけど、どうやって泳いでるのか分かりませんよね。泳いでる、本当だ。 BB、はい、BB 喜んでますよ、はいはい、で、こっからちょっとね、コミュニケーションボタンをここで押すとどうなるかを、ボタンを一回一回ちょっと聞いてくださいね。ババンババン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 、いい湯だな、いい湯だな。はい、あのゆっこさんが愛の手を、まあ、ノーマンリーダースが歌う、すごいしっかり、はい、渋い、はい、でも元気になったんでちょっと行こうかと。で、疲らなくてもこの状態でもちょっと疲労は回復して充電されます。綺麗になりました。はい、でゆっこさんが愛の手入れてくれてたんで、ちょっといいねをあげようかなとみんなあげましたで、こんなところに温泉あるんでみんなに知ってほしいところ、そこで看板を立てます。温泉がここにあるよ看板立てると世界中のサムがこれ見れます。マップに乗ります。で、まあ、僕にいいねくれると思うんですけども、で、置いておいたフローターで先に行きます。多分あそこ休憩場所になるじゃないですかね、この後ね。で、ピンを打つと、なんと誰かが置いてくれた、置き逃げか分かりませんけど乗り捨てか、バイクが、本当だ、なんとバイクがあります。ちょっと見てみましょうか。イチローさんですね。イチローさん、ありがとう。これ見るとなんとノーマン・リーダースの、あのバイクの番組とコラボレーション、すごい、ライブ・ウィズ・ノーマン・リーダースのバイクです、特製バイクで、いいにあげました。で、バイク乗るんでちょっと背負って、フローターとボーラーガン、ちょっと予備でバイクの荷台に、まあ、置いていったら皆さんが使えるようになります。なるほど、ええ、で、ちょっと乗っていきますね。もうバイクですよ、もうすごい、歩かんでいいんですよ、一気に楽に、はい、ノーマンの番宣も入ってますこういうとこちゃっかりしてますからね、はい、ちょっと言うんですね、ちょっと言うんですね。これ結構気持ちいいですね。あ、道があるとこは大丈夫ですので、こう行くと例えば橋もかけれます。これ結構時間かけれますけど、自分でもかけれますし、協力してかけることもできます。で、一番貢献した人の名前が出ます、ここに。すごい、止まりますね。で、あそこはまだ建築中ですね。あれ、あのプライベートルーム、セーフティーハウス、あそこに材料を入れると自分を参加できます。で、いいねあげます。で、まあ、定置なんで、バイクで、バイクも電池なんで、あのバッテリーなくなるときついですけど。で、誰かが立てた看板、加速、これよくあのレースゲームであるやつです、はい。で、雨が降ってきたのでちょっと地形センサーを打ちますと、誰かが通った道が、で、歩いてる、このまま、はい、これをずっと通るとここが道になります。で、凸凹なくなるんで、すごく速く走れるようになります。ところが、まだ看板があって、もうバイクで行けないよという看板が、リュウさんが立てた看板ですね。なんでちょっとマップでラインを、まあ、バイク降りていこうと思うんですけど、ここが急斜面なんで、どうやっていくかを、まあ、ラフで打ちます。ほうほうほう、まあ、これ立体にもできるんで、まあ、こんな感じでいこうと、はい、おー
でバイクをもうちょっともうバイクで上がる人もいますけどねここねでこのバイク降りるとこれ世界中のサムが使えます。でこれ、リュウさんにいいねあげました。リュウさんにいいね入ります。僕から来たの分かります。でまあラインに沿って上がっていきます。でもうたった一人と言いながら皆さんとあの間接的につながりながら、はい、ずっと来ましたけどいろんな、まあ、どこでも行けるんでこれはラインを自分で決めるゲームなんですよね。あの装備とかも考えて。そうですね。でフォートノットシティがもうすぐ見えるんですけどこの感覚がこのゲームの肝です。これやってないと分かりませんけどこれちょっと見てると分からないですけど、はい、ゲームプレイしていただくともうね何とも言えない感じになってくる。今上がっていってますで雨降ってます。すごい暗い中をたった一人で歩いてますけどうわ景色が、はい、であれカイラル結晶ですけどまあ無視していきますけどで天気も変わるんで晴れるだけでもすごい、うんうん、気分がいいですね。でここからですけどちょっと見ていただきたいんですけどおおあれがポートノットシティですね。でサイレントボイトの曲がかかってカメラが引いたりあのちょっと映画っぽくアクションしながらこういう演出が入った。でこれすごい気持ちいいんですけど、はい、シュワシリってありますよね。あの富士山でここで、まあ、消毒とかされます。で仲良くなると出迎えが出てきます。今は初めて行くんでわウェルカムだって、はい、で端末に行ってここで納品とで運んできたものを、はい、こんだけありますんで入れます。でこれあの落とし物とかも届けても全然大丈夫です。これだけじゃなくても別のサブミッションも届けていいです。へえ。でこの配送センターの人あんたが配達人か。第二次編成隊の代わりだって。
聞いてはいたが、まさか本当に一人とは。だが荷物は完璧だな。これを一人で運んだのか。はい、これは成績ですね。すごい褒めてくれましたね、はい、今全然傷んでませんから、こけてないんで。これ水がかかったりこけたりとか時間とかまあいろいろあるんですけど、はい、いいねもらいました。それでカイラル通信はあんたが繋いでくれるのか。ああ、いいか。もちろん頼む。この時は何年も待っていたんだ。でこれをつないで東から西にずっと進んでいくっていうルートは自分で決めます、はい、この演出もいいですね。でつながるとここでカイラルプリンター使います。おお、はい、でここがつながりましたね。おお、大きい。で、今東から3分の1ぐらいかな、はい、広いな。つながりました。でこれがつながったことで見える世界中のサムが作ったものです。あれ使えます。大丈夫、ポートノットに雨が降ったことはない。プライベートルームで休憩でもしていったらどうだ。で配送センターにはプライベートルームっていうのがあって、そこに入ったらシャワーもトイレも寝たりできます。へ、ないところは温泉とかの時に休んだり、はい、で自分で作ってもいいんですけど、ここ地下に行くとプライベートルームがあって、まあ、ここで一泊というか睡眠時間取ると全回復と。は、はい、でここでまた血を抜かれるんですけど、特殊な血なんで。で起きました。でこっからちょっと特殊なモードなんで、これ土曜日に実機で説明しますね。ここのところ、はい、ここも結構面白いところ。Thank you for your generosity。はい、ここポートノットシティのプライベートルームで、まあいろんな洗面台とかもあります。これ土曜日見せますね。ノーマンといろいろ遊べるんですけど、でシャワーがあって、ちょっとシャワー、まあ、ウインクしてますけど、シャワーに行って。このシャワーを浴びると全部武器になります。その老廃物とかも、おしっこもうんちも武器になります。あとで、すごいな、まあ、土曜日説明しますね。わかりました。サム、サム、聞こえるかい。どうなってる。ここにはプライバシーもないのか。いや、あるよ。シャワーを浴びている間とトイレで排泄中だけにはシャワーは浴びてくれたようだな。さあ、大統領執務室に来てくれ。彼女がお待ちだ。おー、 Sam, listen to me. AmericaReconstructionism. Her dream isn't dead. I don't want to hear it. This is the face of our new hope. Our new America. Amelie. My mother may be gone.But I'm here. And you, Sam, you're here too. Been 10 years since you saw each other, right? And in all that time, she hasn't aged a day. He knows why. My body's still on the beach. I don't get to grow older. But you do, Sam.You look good. So you're serious then about reconnecting everyone and everything? Someone has to succeed Bridget, Sam. More importantly, someone has to carry on her legacy and see our country rebuilt. Samantha America Strand,
our new president. A new beginning for our people, for our nation. Under Emily's leadership, we'll reestablish the UCA, the United Cities of America. This is how we'll rebuild our country. But we'll need your help to do it, Sam. No, I'm through with this. I said my goodbyes to all of you when I said them to Bridget. We never forgot about you, Sam. You ran away. You cut us off. Emily put together an expedition. The best of Bridges won and went west. I led them past craters in BT territory. I kept them safe while they searched for survivors. Never once missed a BT. Saw him coming a mile away. We convinced community after community to join the UCA, and we left behind our own people to help them. It took us 3 years, but we managed to make it all the way to Edgenaut City. All the way to the Pacific. Jesus. Yeah, but then everything went to hell. The team was wiped out, and Emily was taken. Taken? I'm not being kept in a cell or anything like that. I'm allowed to use their facilities and to speak with you whenever I want. I just can't leave the city. It's all to safeguard the continued independence of Edgenaut City. Well, that's what her keepers are saying, at least. They want the UCA to leave them be. Emily's their insurance policy in case we don't. Who are these assholes again? Homo Demons. Militant separatist group. They run Edgenaut City. I've heard of them. Bunch of terrorists who go around towns killing people and leaving craters. Right. Nothing's off limits for them. Not even engineering void outs. You think the suicide that took out Central Knot was one of theirs? Could be. They're extremists like the demons everywhere, plotting in the shadows. They're decentralized by nature. No one organization to rule them all. Just a common ideology. I know not everyone shares our vision for the future. If we Americans don't come together again, humanity won't survive. I carried my mother's message to people all across the country. But not everyone was willing to accept it. More than a few would rather stay isolated. Keep to themselves. Go it alone. Like you, Sam. They think that America can only be rebuilt by force, by men who tell them what to do, who take away their freedom and put them in shackles. What'd you put on me, huh? You know better than the demons. Just another kind of cult. They're not shackles, Sam. They're a symbol of our bonds. That's what we need right now. Not to stand apart, but to come together, to form chiral knots and reconnect. Sam, we want you to go west and finish what Emily started. The people she left behind have been hard at work, setting up chiral network terminals. But these terminals are still isolated. We need you to bring them online. And for that, you'll need a Cupid. This contains all the necessary security and operations protocols to integrate a terminal into the chiral web. Take the Cupid west, Sam, and reconnect the people of our great nation. And when you get to Edgenaut City, find Emily and bring her home. After that, I'll take over the presidency and carry on Mother's work to save the country. This was Bridget's dying wish. This is how we'll move forward.
Please, Sam. We need you. I'm Sam Porter Bridges now. I'm not a Strand. Hell, I'm not even part of this outfit. You all saw to that. I'm not getting involved with you or anyone else ever again. Wait! See? It's like I'm not even here. Same as it ever was. Dead man, you there? Little help. Okay, Sam. Remove the pod and connect it to that incubator. In. Good. A temporary excess of stress. Easily addressed if we return it to its mother's womb. Mother? Located in the capital Knot City ICU. Brain dead, of course. You mean still mother? Correct. A still mother's womb facilitates a connection between the world of the dead and the BB. And you, in turn, connect yourself to a BB, granting you the ability to sense BTs. These pods were designed to simulate the conditions inside a still mother's womb. BBs need to believe they're in one at all times to function properly. However, we can only maintain this deception for so long, which is why we must periodically update the environmental data by synchronizing it with a still mother via the chiral network. There. The update is in progress. Right now, the pod is synchronizing with the still mother in Capital Knot City and reconfiguring its settings based on the latest data. Returning your BB to the womb in this manner will temporarily reduce its stress levels. That being where it technically belongs, of course. Kid looks happy. I'll try adjusting the oxytocin dosage. Autotoxemia should set in much slower from now on. You should remember that BBs are just equipment. Try not to get attached. Each one has been physically removed from its steel mother's womb, a process that renders them unpredictable and prone to failure. No BB on record has remained in service for over a year. It may need to be retired before this expedition is over. And then? You saying there's no way to keep my BB alive? You must understand. There is still a great deal we don't know about BBs. As we expand the chiral network and recover more past data, perhaps we'll find our answers. Doesn't fight. Glad you made it. Thank you.
There, she's down. Even though she can't drink it, my body keeps making it. Going through the motions really helps with the soreness, though. What is she? She's my daughter. And I'm her mama. It's okay. She's only connected to me. It's not like the other BTs. You can see it, right? You're hooked up. Now you know why I can't leave. Just a little longer. Let's get it moving. Nothing in the tank. Over here! I'm Sam! Hey! Anybody hear me? How you doing, Sam? Delivering cargo. You the delivery dude? Oh, that's a relief. I've just about given up on you. Good job, man. Good job. Not that I'm surprised. I mean, you're you, right? About time I hopped in the whole chiral network bandwagon, am I right? Join the UCA and all that. You can help me do that, yeah? What you brought me, but I'll hit you back via mail after. Promise.
Hey, I'm hoping maybe you can help me out again. Don't want to be weird, but I feel you and I might have like a connection or something. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. Good job, man. Good job. Thank you. Kindly. Come back soon. Weapons restrictions lifted. Of course. That's my luck. It's okay. It's alright. Someone's happy. No luck. Visit 218,550. Oh, sorry. Where were we? I may be used to the 21-minute cycle, but for a first-time face-to-face meeting, there's just too much to cover in one go-around. Can't be easy living like this. Yes. And no. Now that I'm acclimated to it, it isn't especially onerous. Defecation, ablution, nutrition. Most of life's basic functions fit rather easily into a 21-minute time slot. Sleep is the tricky one. And intercourse, I suppose. Verbal or physical. Not that someone in my position has to worry much about, either. Do you read, Sam? Listen to music. Watch films? You know, I keep busy. I have a collection of music, television shows, some very interesting short films, and stories. Everything consumable within a 21-minute window. All from before the Death Stranding, of course. But honestly, the 21 minutes I spend here, all downtime, nothing more. Time spent waiting to go back to the search. My body may be present, but my soul is on the beach. I'm already dead.